こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は FBA 納品の際のですね、3つの注意点。今までと運営がちょっと変わったり、あるいはね、再確認しといた方がいいなという3つのポイントをお話します。まず、納品の際の段ボールの大きさです。Amazon の推奨は150サイズ以下で送れということなんですけどね。160サイズで送っても今のところ、クレームもないし全部受け取ってもらってます。ただし170サイズを使ってた会員さんは今まで問題なかったけどね、大きいよとオーバーサイズだという警告が来てます。FBA の運用がですね、やはり、荷物がかなり増えてきていて、今年のホリデーシーズンに向けて、運営をちょっとね、厳格化してるところがあると思いますので、170サイズ使ってる方はですね、160サイズまで落とした方がいいです。これね、一回受け取られずにね、そのまま捨てられちゃったり、あるいは送り返されると、結構ね、損をする、ね、ダメージがありますんで、事前にこれはチェックしておいてください。それから2つ目、過去ね、使わなかった FBA 納品送料、パートナーシップ送料、返金されてたんですけど、24時間以内にキャンセルできるというボタンができてからですね、運営が変わってるようです。これね、その通知がなかったなと思うんですけど、もう24時間以内にはキャンセルできる。逆に言うと、24時間以上経っちゃうと使わなくても送料は返金されないと。わずかっちゃわずかな送料ですけど、使わない送料ね、払いっぱなしってのもったいないんで、まず、数量とかね、確定するまでは、この、定型の、送料を入れないと。大きさ、重さを入れない。定型を選ばないと。で、大きさ、重さ、数、全部確認し終わってから、この定型サービスに切り替えるというふうにしてください。この辺ね、手順が分からなかったら、また確認してください。今までだとね、まず、これ5個、これ10個、これ30個。やってですね、数が変更できたんで、取り消すって作業あんまり必要なかったんですけど、今その数の変更もね、場所を決めちゃったらできなくなっちゃってます。だから、納品設定を作って、で、数を確認したら数が違うと。で、それが分かったのがもし24時間以上経っちゃってた場合はですね、取り消してまた作ると、パートナーシップの送料をね、二重払いするということになってしまいます。そんなことのないように、納品する数、ね、箱の大きさ、重さ、これを全部確定させてから、定型の送発送、定型のですね、キャリア UPS を選んでください。この辺分かんなかったら確認してください。場合によっては、またその作業手順の、記事を追加で書きます。それから3つ目、分かりやすく簡単に受け取れる納品設定をしましょうと。ね、これ、本当に、なんていうんですかね。誤解を恐れず、極端な言い方すれば、本当にね、能力の低い人が、寝ぼけ眼でやる気がなくて、やっていても、間違いないような納品設定にしないと、たくさん送ってね、めんどくさいなと思われちゃったり、なんだりで、最近あった事例だとですね、同じ商品を、何十個か、3種類送った。それがね、おそらくね、ドバッとたくさんあってめんどくさかったんでしょうね。スキャンするときにもう初めの1種類をね、全部同じ商品ということでスキャンされちゃって、違う形で納品となっちゃいました。これはね、普通の感覚で言ったらそんな受け取り方をすることはないんでしょうけど、FC で働いてる人ってのはね、普通の感覚が通じない人も結構います。だからね、嫌でも間違えないように。分かりやすく納品すると。で、少なくともね、納品を見せられた同じ納品の仕方はしない方がいいです。ね、なんでそういう納品できるのに、なんでその機能を使っちゃいけないんですかと、ね、たまに、おっしゃられる方今いらっしゃいますけど、それはね、システムを作った人、Amazon のシステムを作った人は、この納品は便利だと思ってもですね、実際に運営する現場の人は、その仕組みがよく分かってなくて、間違いで受け取れてると。いうことがあります。代表的なのはね、一つの FBA ID で複数箱を、納品設定すると。
これはかなり、使うと受け取りのミスが増えます。初めの頃使ってた方いらっしゃいましたけど、誤解のもとなんでね、何のメリットもないんでやめてくださいというので、使うのを控えてもらってます。そんなわけで、わかりやすく簡単に受け取る納品設定をすると。何をもってわかりやすいとか、何をもってわかりにくいのか、その判断に迷った場合はですね、遠慮なくご相談ください。日本の感覚でこのぐらい平気だろうというのもですね、アメリカの FC の、バイトの人たちだとダメな場合もあります。それはね、今までのサポートの内容とか、海外で暮らしてて、傾向はわかりますんで、確認してください。そんなわけで、わかりやすく納品設定をすると。で、提携送料は、確定するまで、使わないと。それから、段ボールのサイズね、160サイズ以上の大きさは使わないというのを、徹底して、間違いのないスムーズな納品されるようにして商品を入れてください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。